か爽やかな朝じゃわ。裏切り者にみっちりお仕置きしてやったでな。ビューン、みっちりすぎでふよ。鍵を殺さないでよ。そっちも棒を食べてないじゃろうな。大事な鍵じゃぞ。分かってるわ。じゃが相手は同志と聖主。同志はともかく、聖主とは世界を作った神様じゃぞ。戦って勝てると思うのかい？聖主なんて偽物に決まってる。アルトリウスは民衆を操るために神話を利用したのよ。本当に神様ならゴーマ病くらいどうにかできるはずでしょう。カノヌシは存在しないっていうのか？うん、カノヌシと呼ばれている何かはいる。特殊な術で精霊を降臨させたやつは言い切るな。3年前にこの目で見た。ほほん、神様じゃないなら勝ち目はありそうじゃな。もちろんよ。第一狙いはアルトリウス。それ以外はどうでもいいわ。アルトリウス様は弟の仇。さーて、ライフィゼット、目指す聖主の御座はどこにあるんだっけ？ローグレスの北、ダーナ街道を進んだ山の中。大魔師が剣門を守ってるなら精霊を奪えるかもしれない。仲間に剣門の様子を調べるよう、シルフもどきを飛ばしておいて、その情報をもとに襲撃計画を立てる。ゼクソン港あたりで合流できそうね。その予定だ。それにしてもシルフもどきは便利な鳥じゃのう。どこにいても届くし、いざとなれば非常食にもなるしな。シルフもどきの焼き鳥は神水のつまみに合う珍味だって聞いたことがある。あの鳥たちが使いとして飛んでくれるおかげで俺たちは清涼を出し抜くことができているんだ。あいつらは俺たち海賊団には欠かせない大切な乗組員だ。冗談でも食うなよ。はっはっは。だがどういう仕組みなんだ？伝書鳩は奇想本能を利用して飛ばすもんだが、シルフもどきは旅先の相手にちゃんと届くだろう。シルフもどきはとても賢い鳥で、場所じゃなくて人の出す波長をいくつも覚えられるんだよ。飛ばす人が飛ばす時に念じた波長の違いを感じて相手を探して飛んでいくって本に書いてあった。あまり見かけない鳥よね。精霊の一種だったりするわけ？いや、精霊ではない。とある北方の島にだけ生息する珍しい鳥なんだ。嵐にあってその島に寄港した時に母鳥と卵がすごと俺たちの船に飛ばされてきた。だが母鳥は間もなく死んでしまってな。ベンウィックが母鳥の代わりに卵を返したんだ。だからあんなに懐いてるんだね。伝書鳥としてしつけるのは難しいのに。そういうことをさらりとやるのがベンウィックってやつなのさ。ベンウィックのくせ毛を見たひな鳥たちが親と勘違いしたんじゃないのかい？あいつの頭を巣にするほどの結びつきだ。あるいはそうかもしれん。そういえばついこの前、シルフもどきが卵を産んだから頭を叩くなと言ってたな。飢えるなら試しに一つ食ってみないか？ダメだよ、ろくろ。やっぱりダメか。改めまして皆さん、精霊ビエフです。よろしくお願いしますね。ちなみに僕の精霊ランクは A です。ライフセット同じ A ランク同士仲良くしようですね。精霊ランク、僕も A ランクなんだ。不思議はない。見かけによらずなかなか力があるからな。アイゼン、お前も A ランクなんだろう？らしいな。だが清涼が俺たちを刺激するために決めた胸クソ悪い物差しに過ぎん。そういうものか。ごめん。いや、いい。ただ
自分の価値を他人の物差しに任せて喜ぶような男にはなるんじゃないぞ。うん、わかった。ビーン、僕の拠り所全否定でふか。海賊やゴーマの言うことなど気にするでない。お主はわしにとって特別な英雄じゃよ。特別な英雄？感動でふぅ。マヒル姉さん、そんな優しい言葉をかけてくれる人になったんでふね。昔から変わらぬぞ。主が永久にわしのしもべであることはのう。そっちの永久でふか。そうばーっと、はあ、緊張感のないやつがまた増えたわね。大司祭様がお怪我をなされてしばらく療養されることになったそうよ。教会の人は大司祭様が離宮を片付けているときに棚の上から荷物が落ちてきたって言うんだけど、王宮に賊が入り込んで暴れたって噂もあって、それが本当なら一体誰が。いつも素晴らしいお話をしてくださってみんなとても尊敬していたのに。物騒な話ね。ええ、私は噂だと信じたいんだけど、子供たちが怖がってしまって。私は全然怖がってなんかないよ。嘘だ、お姉ちゃんが泣いてるの見たもん。僕は全然怖くなんかないよ。悪い賊が来たら僕がやっつけるんだ。その迫力なら悪い奴が逃げそうね。七夕で大怪我とは抜かりのない情報操作じゃの。城で司祭が殺されたなんてことになったら誰もお上を信じなくなるからな。ややその怪しみなり、お前らあれだろう、忘れもしないローレスの入り口で鳩出したマミムメ記述団だろ。マミムメではない、マギルー記述団じゃ。なんじゃお主、あの場におったのかい。そうとも、ゼクソン校から来て検問でお前らを見て楽しみにしてたのに、いつまで経っても話を聞かない。でもここで会えたが100年目だ。明日にでもゼクソン校で講演してくれないかな。そっちの愛想のない姉ちゃんのポッポッからの魔法使いの姉ちゃんの鳩記述。やってもいいが、わしらの出演料は高いぞ。金ならある。あれが見られるんならいくらだって出すぜ。断る。そこをなんとか。しつこい。なんだよ、釣れねえな。今回は縁がなかったと思って諦めるのじゃ。さもなくばお主がこの世から消える記述をこの弟子がやりかねんぞ。おい、いいじゃねえか、やってくれよ。弟子にやらせてもよいが、お主は消えたまま戻れぬぞ。それでもよいのか。マジマジじゃ。そしてわしらはマギルー記述団じゃ。次の機会を待つがよ。アルトリウス様の演説には心打たれたよ。きっと町の連中も感動してるよな。っていうか感動してくれないと困るんだけどな。なんであんたが困るわけ。商売だからに決まってるじゃないか。今聖主カヌヌシ様の先座の儀式が行われてるだろ。あれだけ感動的な演説を聞いたら誰だって新しい聖主の御座を拝みに行きたくなる。そこで見学記念の聖杯を売るのさ。そいつを今ゼクソン校から運んできたところなんだ。ほう、カヌヌシ様はいろいろとご利益があるんじゃの。その聖杯には何か紋章などは入っておるのかい。これから町の職人のところに持ち込んで紋章を書き込ませるところだ。無駄にならんといいがな。バカ言うなって。ここで売らなきゃいつ売るんだ。商いの素人にはわからんか。商いはわからんが、お主の未来は見えたわ。意識もあいつも私がこの手で。最近なんだか体の調子が悪いんだよな。ネクター飲んでた時は良かったのによ。なんだか急に手に入りにくくなって、闇取引じゃ20倍以上の値がついちまって、オートなら売ってると思ってきたんだがどこにもないんだよ。ネクターはやめておけ。あれには石成鉱が入っている。なんだって。石成鉱ってのは確か常習性が高い
ちょっとヤバいやつだろ。手に入らなくなった今がやめ時だ。船乗りならそんなもんに頼らず体を動かせ。ああそうだな、ネクタはやめだ。これからは仕事上がりに浸水にするぜ。いいこと教えてくれてありがとうよ。どうかしたのかライフィセット、元気がないみたいだが。いつものことじゃろうが。お前は引っ込んでろ。六郎はゴーマの剣士、アイゼンは精霊の死神、マギルーは変な魔女、僕は何なんだろう。哲学的な質問だな。お主はベルベットの道具で非常食じゃろ。そう言われた。テレサ様にも道具って。でも僕は生きてる。そうか、ライフセットは自分が何なのか気になり始めたんだな。なら答えは一つだ。自分で決めろ。え？自分で決めていいんだ、どうしたいのか全部。それが生きるということだ。お前の舵はお前の手の中にある。僕の舵、自分で。悩めばいい、それも生きている証だ。答えを出すまでは守ってやるよ。お前の術には世話になってるからな。うん、よくわからないけど。わかった。いい話っぽいが気をつけ、言っとるのはゴーマと死神じゃぞ。邪悪な魔女も取り付いてるしな。置いてくわよ。怖いお方がお怒りじゃ。とりあえず全身に舵を取れ。襲撃一刀、この距離なら外しません。ゼロの方、吐く効果点かげつまい。変な攻撃だ。蹴るわ蹴るわ、イラージビー捕らえられない。変な攻撃だ。効果点かげつまい。この刃を断滅しろ。フリジット砲火中ネッコーディン、イラージ破壊しよう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 。効果点かげつまる。どこだ、食らい尽くす。砲火中逃しはしない。インフェルノブルー容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーサルフィー行くぜ。空の衣を変化させろ。よろしく。しまったが、俺の勝ちだな。うん、まあまあの手応えだったな。やっぱり自分が修行したかっただけなのね。俺のためだけじゃないぞ。俺が強くなれば、お前の戦力が大きくなる。これも立派な恩返しだ。自分のためっていうのは否定しないのね。当然だろ。修行して高みを目指すのは
剣士の佐賀だ。今さらだが、なぜ六郎は恩返しをすることになったんだ。ベルベットは俺の命の太刀の在りかを教えてくれたんだ。あと懲役500年を食らった牢獄から解放してもらった。感謝の順番はそれでいいのか。だから信用できないの。心外だな。乱月家の男は義理堅いので有名なんだぞ。それにしても乱月って変わった名前だよね。独自の権威と太刀を操る一族と聞いていたが。うん、なんでもご先祖は遠い異国の剣士でな、大昔にこの大陸に渡ってきたらしい。異国の剣士、道理で変わった剣と技を使うわけね。ご先祖は慣れない土地で随分苦労したらしいが、とある貴族に拾われた。以来乱月一族はその貴族を主君とし、恩を返すために仕えてきたんだ。用心棒として。用心棒兼暗殺者兼隠密兼影武者兼。命じられれば何でもか。借りたものは必ず返す。命を使ってでも。ご先祖が残した家訓なんだ。実際5人いた俺の兄貴も4人死んでるな。義理堅いだろ。分かったわ。要するに一族揃ってまともじゃないのね。だな。味方のうちは頼りになるとも言えるがな。ん？なんでそうなる？炎が
く、とどめ、ラッシュストライク、フォーガシュー、見切った、捕らえられまい、ファーストエイド、レイズデッド、フォーガチュー、スリジャパン、フォーガチュー、食いしまった、見切られた、フォーガチュー、根っこしまった、ウィンドランス、やばいか、ジルクラッカー、来い、ジルクラッカー、キューアップだけ、ジルクラッカー、飛炎連脚、炎が昇竜脚、神を忘れし、三の方、カイにまたたけ、呪えぜ、ファーストエイド、片手かけろ、飛炎連脚、鎧の顔、断ちまった、四の方、なんで捕らえよ、鎧の、ボイドレフ、通人拳、ここだ、食らいつくぜ、フォーガチュー、カイにまたたけ、ファーストエイド、とどめ、ジルクラッカー、ラッシュストライク、セイントバブル、フォーガチュー、生き残った、追い詰められちまったが俺の勝ちだな、覚悟はいい、誰もネッコーディング、もう帰らない、ケバッ、セイントバブル、フォーガチュー、ネッコーディング、昇進、届いてる？ああ、検問に偵察を出した。まだ戻らないのか。はい、もうちょっと待ってください。小休止するか。小腹も空いたし。うん、空いた。偵察が戻るまで休憩しましょう。何？あれを手に入れただと？しっ、バカ、声がでかいんだよ。やっとの思いで手に入れたイリアーニュの赤ぶどう神水なんだぞ。ベンウィックたちに見つかったら全部飲まれちまうだろうが。なんだ、あいつらには内緒なのか。当然だろうよ。あいつらは腹いっぱいに飲み食いできりゃ満足なんだからよ。ガキに貴重な赤ぶどう浸水なんか飲ませられるか。まあそうだな。よし、イリアーニならルカレラチーズが合うな。どっかで手に入れるから、それまであいつらに見つからずに隠しておけよ。おう、任しとき。緊張感のない奴らね。はい、船の手入れは万全っす。よし、偵察が戻ってきて俺たちが出発したら、お前はいつでも出航できる体制で待て。はい。聖主の御座で何が起こるかは予想もつかん。最悪の場合に備えておくんだ。副長と一緒にいる以上の最悪なんてあるんすかね。だが頼むぞ。はいっす。何かあったらすぐシルフもどきで俺たちを呼んでくださいね。
最悪の場合か。坊にもリンゴを一つやったわ。わしって優しいじゃろ。リンゴ、お主も欲しいか。ならば今度は鶏の真似を。必要ない。姉さん、本気でアルトリウス様と戦うつもりでふか。まあな、坊に頼まれてしまったからの。でも絶対勝ち目はないでふよ。逆らうの。なんぞお師さんから言い含められたかい。とんでもないでふ。ならば付き合ってもらうぞ。なーに、危なくなったら逃げればよい。万一死んでも。それだけのことでふね。さすがよくわかっておるの、ビエフ。とはいえ、なるべく長くあがいてほしいものじゃ。わしの暇つぶしのためにな。おいしい。酸っぱくて甘くて。いいわ、味わからないから。海が好きなのね。海、波は怖い。あとサメや変な魚も。でもすごく大きくて不思議で、あの先に何があるのかなって考えるとドキドキする。私の弟も海が好きだった。ベルベットの弟も？岬でよく海を見てた。潮風は体が冷えるって叱っても全然言うこと聞かなくて。あんたもこの子と同じように思ってたんだね。新版買ってあげたかったな。旅だってさせてあげたかった。おーい、偵察が戻ってきたぞ。ライフィセット、あんたは残ってもいいのよ。僕はベルベットと一緒に行く。そう。そいつはペンデュラムを使ったんだな。うん、しかも検問の対魔師を全員吹っ飛ばした。あいつなら船長ともやり合える。分かった、直接俺が確かめる。ちょっとどういうこと。検問がペンデュラムを使う精霊に襲われてるらしい。ペンデュラムは船長が行方不明になった現場に落ちてた武器なんだ。そいつが連れ去ったってこと。わかんないけど無関係とは思えないよ。アイフリードは大魔師が捕らえているはず。なぜ連れ去った奴が聖領の検問を襲う。どうする、鍵が一本独走したぞ。追いかけるわよ。混乱してるならもっとかき回して突破する。ひょへー、過激。やるじゃないの。何問題。死神アイゼン、アイフリード海賊団の副長だ。アイフリードの身内か。これまた楽しめそうだ。やはりお前がアイフリードをやったのか。
いいね、いい気合だ。落ち着きなさい、アイゼン。こいつは精霊で精霊を襲った。協力すれば結界を通れるわ。つまらねえ理屈言うなって。俺は俺のやり方でけじめをつける。邪魔するな。そう、じゃあ私も私のやり方でやらせてもらうわ。あんたたちを動けなくして結界を開ける。こいつはどうだ。なんでこうなるんだ。とにかくね、襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方大ハグ。足も大変。この距離を崩壊する。円が超量客。崩壊する。円が超量客。
面白えなあんた。この結界を開けてどうする気なんだ。同志を殺す。そいつはすげえ。こいつは本気だぜ。あった、喧嘩に勝ったのはあんただ。どうすりゃいいんだい。では精霊のお歴々、結界の前に。あとは任せたぜ。その方が大魔師どもの慌て顔が見られそうだ。待て、まだ肝心なことを聞いてねえ。それ以上はやめとこうぜ、アイゼン。命のやり取りになっちまう。何者だ、お前は。風のザビーだ。ただの喧嘩屋さ。結界は開いたわ。追うなら止めないけど。いや、神殿に向かう。アイフリードの行方に近いのはメルキオールの方だ。バカね。割り切れるなら最初からそうすればいいじゃない。そんなに器用じゃない。だからここにいる。バカね、本当に。アイゼン、さっきはごめん。戦ったことか。気にする必要はない。殴られた回数を一生覚えて恨むだけだ。冗談だ。どうすればいいのかわからなかった。悩むのはいい。だが最後は自分で決めろ。その結果が俺と戦うことなら殺されても文句は言わん。うん。逆に俺がお前を殺すことになるかもしれんがな。喋りすぎちまった。あの野郎のせいで血がたぎっているようだ。